そういえば秋元先生ってなんで司法書士目指したんでしたっけ？私もともと法学部なんですけど、はい、知ってる知ってる、まあ、ただ最初はね弁護士、うん、弁護士を目指してて、はいはいはい、で大学1年生から、うん、あのロースクール、ロースクールっていうのかな、ダブルスクールって、ね、うんうんうん、当時言ってたと思うんだけど、あ、弁護士の勉強を始めて、うんうんうん、ね、それで論文が嫌いで、ダメっていう人多いですよね。そうそうそう、うん、で、まあ、もともとOL になるつもりは、うん、まあ、全然なくて、うんうん、やっぱりね、自分の、名前とか、うん、自分の性格とか、うん、自分の腕とかね、会社の看板とかじゃなくて、もう私自身見てほしくて、だから OL っていうんではなくて法律家かなみたいなのがあって、うん、で弁護士を、まあ、親族から言われて、法学部に入れさせてもらって、で、うん、まあ弁護士の勉強してたんだけど、うん、やっぱりね、こう論文でつまずいて、で、うん、ふっと思っちゃったんですよ、うん、私弁護士になりたいのかなって、ちょっと疑問に言われてやったけど、思って、私口喧嘩嫌いだよな争い嫌いだよなって気がついちゃって、うん、そっからなんかモチベーションがね落ちてしまって、うん、でそこで資格雑誌を開いて、うん、で司法書士というのを初めて知ったんですよね、うん、それが大学3年生の時で、でこれだみたいな、うん、もう天職見つけたぐらいな、すごいハイテンションでいた時に、ちょうど私駅歩いてたんですよ、うん、そしたら手相を見せてくださいっていう人がちょうど声かけてきて、普段だったらもう今忙しいんでって言ってね、ことあるんだけどそう、それでまあなんかちょっと心に迷いがあるから、うん、だからじゃあ見せて、見てくださいみたいな感じで見てもらって、そしたらその人が今転換期ですよって、なんでわかるんですかみたいななんかね、多分占い師さんみんなそういう風に言うんだけど、その時の私ね、すごく心響いて、うん、転換期です、今変えた方がいいですよみたいな、変えなきゃ、もう変えましたよね、そうそう、占い師がいなかった、う、うん、占い師いなかったら多分迷ってたと思うそこで、うん、やっぱりこれ私司法書士に進むべきだなって思って、で期日っていうね、うん、試験形式もやっぱりその時の私にはもう響いたんですよ、魅力的に感じて、論文じゃないそう、論文じゃないんだって、これならやればできると思って、うんうん、それで司法書士に転校して、うん、まあ、大学3年生からね、こう頑張ってみたいな、うん、そんな感じで、で卒業して、司法書士事務所の補助者やって、うんうんうん、で、卒業して1年目に受かったって感じ。そうなんだそう結構ねなんかその法学部とかっていうのはね知ってたけど、うん、かそのくだりは占い師、いろいろあるのよ占い師すごいじゃあ占い師さんに感謝、ね、感謝感謝、今本当すごい感謝してて、うん、まあね、やっぱり運命ってあるんだなみたいな。でもなんかね、うん、受講生さんにもやっぱいろんなきっかけの人いるじゃん、うん、ね、佐々木さんどうです、うん、私自身はもともと住宅メーカーで、うん、私はバリバリの OL だったんです。ごめんなさいね、私 OL になる気がないとか言って短大化成果卒で、もう本当のいわゆる今じゃ多分ない言葉、お気楽 OL、うん、お茶組 OL みたいな、会社行ってみんなでくっちゃべってお菓子食べてちょびっと仕事してみたいな、お気楽な立場だったんだけど、うん、ある時会社のまあ、住宅メーカーで別に宅建自体はいらない職場だったんだけど、自己啓発制度で宅建取ったら30万くれるって言われて宅建で30万って美味しいじゃんと思って、ね、すごい30万欲しさに宅建頑張って、うん、あ、それやるわでそれまではなんかそのいわゆる受験勉強って中学受験しかしたことなくて、短大化成果も、まあ、中学からその持ち上がり でその後短大化成科も、私広島実家 で東京に出てくる時に推薦で面接と作文だけで、うんうんうん、その短大に入ったので、うんうん、いわゆる受験勉強で中学受験しかしたことなくて、でその宅建受験が中学受験以来 で、うん、で目の前に目標がある生活ってすごい楽しい、充実してて、まあそのだらだらお気楽 OL だった私にとっては、目の前に目標がある生活っていうのがすごいなんか日々充実してて、目標に向けて頑張ることをなんか部活以来初めてやった感じで、あ、なんか楽しい、でその結果がすごく分かりやすいじゃない、資格って合格か不合格かって分かりやすい目標に向けて頑張るっていうところになんかすごい、でしかも法律の勉強ってまあね、そのテレビ的に言うとなんたらね、法律番組ってクイズ番組とかあるしね、うんうん、あれっぽくて、うんうんうん、なんか身近な事案で、まあね、うんうん、それが結構楽しくって、そうなんだみたいな、知ってるとねお得できるし、そうそうそう、うん、これってこれダメなのみたいなのがあって、それ楽しくなっちゃって、
でその宅建の勢いのまま宅建終わった後じゃあ何しようかなって思った時に、うんうんうん、私最初行政書士をやろうと思ってて、うんうん、でまあ一般的には宅建の後行政書士だ、うんうん、よね、うん、でもなんかその当時レックのもしとかでなんかもしの解説とかでなんかちょっといろいろ質問してた宅建の先生を、うん、宅建終わった後とっ捕まえて、うん、どう思います司法書士って言ってで竹内先生がもう無理だからやめなさいって言われると思ったら、うん、いいじゃんかっこいいじゃんやってみればいいじゃんって、そんな軽い乗りでチャレンジしちゃっていいものなの司法書士って、うん、そういうレベルと思って、うんうん、よく分からずに始めたら結構大変だったんですそうよね結構大変で、うん、そんなノリじゃなかったじゃんって思ったんだけど、うんうん、まあでもその目標に向けて頑張る、うんうんうん、でねまあ、自分一人が頑張ればなんとか結果が出るっていうのが資格のいいところ、うんうんね、やればねやっぱ結果は出てくるしね、うん、でそれでがむしゃらに頑張って、うんうんうん、で働きながらまあ合格できたかなっていう感じでした、うんうん、やっぱなんかね人の影響って大きいよね大きいと思う誰かが背中を押してくれる、ね、もうね義務で始めるもんじゃないからっていうのはすごく大きいかなと思った、うんうん、ね、うん